キラキラ音楽企画、ときめき音楽館。この番組では素敵なパーソナリティのお話を素敵な歌謡曲に乗せてお送りいたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたします。今日は本当にありがとうございます。立花慎一定期ライブコンサートということで、できれば毎月1回、私のお仲間と私と歌を歌いながらいろんなことを企画していきたいとこう思っておりますけども、皆さんいかがですか？よかった？いい？音響から全部もう自分でやります。お金をかけないと、だからもうなんとかみんなにね、こう親しんでいただけるように考えておりますけども、改めまして立花慎一、ニックネームはしんちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。今月、来週が鳥取県の米子に行くんですけどね、こうして皆さんファンの方がいまして全国回っておりますけど、私もね、一曲人を出すようにこう全国回ってましてね、そのためには地元が一番です。ここが一番、電話は2番、30のやつは関係ないね。でもそういう気持ちで頑張ります。皆さんよろしくお願いします、ね。ということでございまして、先ほど紹介してしました青春劇場、毎月、カラオケ大会、こちらは発表会、ね、私の場合優劣にありです。大会は優劣があります、ね。まあ、でもどっちもね、出ていただいて皆さんこう歌を歌うっていいんですよ。若返る。この緊張感がいいです。緊張感、これやっぱり、ね、ドキ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 、どうしよう、何着ていこうかしらとかね、どうしようとかって、どう、それがまたいいんです。だからこれからもう始まった若くあるためには歌が人に見られるということで、皆さんよろしくお願いしますね。はい、と頭下げてもあんま拍手ないですね、すいません。先ほど歌いました皆さんの中で青春劇場月例のチャンピオン、そして、グランドチャンピオン、何人かもいらっしゃるんです。で今日はちょっと、人数が多いので、グラちゃんのお二人と、そして舞踊の先生をご紹介しましょう。よろしいですか？拍手をお願いします。それでは、第1回初代グラちゃん、楠野正明さん。ちょっと全部若返っちゃったよ。ちょっとどうしたの？髪の毛増えた。はい、それでは第 3回、グランドチャンピオン、中島ひろしさんです。よろしくお願いします。中島さんとはね、もう藤沢の歌謡祭でお世話になりましてね、厚木もすっかり顔になりました。そして、厚木市舞踊協会会長の、中野正美先生、宝泉和次郎先生です。よろしくお願いします。ちょっと一言ずつこれからのこと。どうも皆さんこんにちは。本日はありがとうございます。しんちゃんのおかげでですね、第1回のグランドチャンピオンいただきました。今日はちょっとおめかししてまいりました。歌はちゃんと歌いますから、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ですね、今立花さんからねお話ありましたけども、いろんなところでお話お目にかかったりして、で厚木で随分歌わせていただいてですね、とても皆さんに関わっていただいてます。ありがとうございます。楽しく歌ってくださいね。歌はね、楽しく歌ってください。それが一番です。よろしくお願いいたします。先ほど紹介いただきました厚木市舞踊協会会長でございます、中田と申します。よろしくお願いいたします。立花さんとね、もう前からのつながりがありまして、沖縄の方もこの前はね一緒にさせていただきました。立花慎一さんがライブをやられるということでございましたので、心から協力させていただこうということで、これからまた時々舞踊協会のメンバーも加わることがあるかもしれませんけど、その先生よろしくお願いします。今日は最初ですので私が出させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
新曲を出している方もいるし、今頑張っている方もいらっしゃいますけれども、まず私のスタッフです。夏川博樹と言います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。上がっていいんだよ。君は上がっていいんだよ。少し目立った方がいいんだから。25歳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。上着塗り立ってる？あ、立ってる。あ、違う。ここぐらい立たないとね。ダメです。さあ、そしてもう一方、お二方言いましょう。はい。アキさん。はい。アキさん。アキさんは皆さん知ってますよね。クールナインに頑張ってた方です。はい、一言。今日は第1回の立花慎一さんの定期ライブコンサートにご参加いただきましてありがとうございます。私もこれから一生懸命頑張っていきますんで、コスモスターともどもどうぞよろしくお願いいたします。自分の曲の宣伝してみる。昨日、一昨日レコーディング終わったんですけど、いい曲が上がってきました。私も実はいい作品なので、男性バージョン、女性バージョンで、ちょっとやってみようということで、曲名がね、ワンナイトマンポって言うんですけど、いい曲で上がってきましたので、この次ぜひお聞かせしたいと思うんですけど、今日はね、ちょっと準備がありますのでね、そして日だまりという曲もね、レコーディングがありましたから、また皆さん応援してあげてください。で、夏川君は、ふるさとという歌を歌っておりますね、会いたいぜ、こんな感じで歌っております。よろしくお願いします。そして、お仲間が増えました。佐藤さだみ、相模さん、佐藤さん、よろしくお願いします。そしてお友達、はい、お仲間の方、あなたが紹介してどうぞ。どうも、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。いつも一人で歌ってるんですけども、今日は応援をお願いしました。ラーキューベさんです。伊保さんとおっしゃいます。よろしくお願いいたします。ということでございまして、じゃあ夏川君と行きましょう。ふるさと、よろしくお願いします。胸に聞
かせて読んでみる。ああ会いたいな。一人忍び酒。
どうも皆様、改めまして今日もお世話になります、しんちゃんでございます。今更言うことないと言われますけども、今日はね、インターネットテレビさん来ていただいて、みんなの顔ははっきり映すといけないと言われたので、ぼやっと映す。でもはっきり映りたい人ははっきり映してくれるそうでございます。後からスマートフォンで見れます。よろしくお願いしますね。え、まあ、私も厚木に来ましても、30年か年言うと分かりますけども、ね、デビュー曲が厚木の夜という歌です。この曲いただいたおかげで今日なんとか生きておりますけど、私のデビュー曲厚木の夜です。続けて歌わさせてください。また一つ水面に落とした相模川、泣いて済むなら泣けばいい、今夜は俺の胸で泣け、次の夜よ。人目し酒宿、何も言うなよ辛いから、ご覧よ路地の細い道、霧が流れる厚木の夜よ。次の夜でございますね。もうこの曲をいただいたおかげで、私もねこうして歌だけで食べさせていただいておりますけど、まあ、これから行きます、米子の方もね、キャンペーン行ったおかげでお客さんが増えてきまして、ディナーショーをやることになりまして、6月の初めは先ほど歌いました加藤勝雄さんと一緒に、仙台の方にお仕事を行ってきます。まあ、これからさっき紹介しましたメンバーも一緒に連れていろんなとこ行ってみたいと思いますけど、皆さんこれからよろしくお願いします。はい、厚木の夜でした。はい、実は入り口にポスター貼っていただいております。私のポスター、だいぶ綺麗に写ってますけども、本人と違うんじゃないかなんて言われますけどもね、実は来月の24日ニューアルバムが発売になります。ニューアルバムの中に皆さんが知ってるヒット曲と、そして自分の曲花になりたいという曲を出させていただくことになりました。今日は CD がないんですけど、歌を聴いていただいてこれから頑張っていきたいと思いますけどね。さあ、その、カバー曲の中から少し今日歌って、また来月やるときは違う曲歌いますけども、バラの香水という歌を入れさせていただきました。皆さんよろしくお願いします。いい女じゃないけどさ、グッズで綺麗じゃないけどさ、一度でいいよ可愛いなんて、あんたの心をお守りに、
朝のことは誰より私が一番知っている。寂しがり屋で見えっぱりで本当は心が弱い人、どこかで一人思い出したらいつでもいいから帰っておいて、他の人には唇だってずっと許していないから。いい女じゃないけどさ、グズで優しくないけどさ、一度でいいよ可愛いなんて、もしも言ってくれたなら、バラの花にはなれないけれど、あんたの心のタンポポに。降る夜は恋しい、昔は二人で飲んでた、下手な料理も美味しそうに、氷をカラカラ鳴らしてさ、子供のまんまで大きくなった、夢だけいつでも追いかけている。夕焼け小焼け遊び飽きたらずっと待っててあげるから。いい女じゃないけどさ、グズで優しいくないけどさ、嘘でもいいよお前だけだと、もしも言ってくれたなら、母親みたくなれないけれど、あんたの心のお守りに。女じゃないけどさ、靴で綺麗じゃないけどさ、一度でいいよ可愛いなんて、もしも言ってくれたなら、バラの花にはなれないけれど、あんたの心のタンポポに。どうもありがとうございました。バラの香水、あ、タイトルコールね、なんか撮ってるからね、今歌いましたバラの香水という曲でございます。まあ、この曲はもう共作で4人ぐらい歌ってるんです。最初に歌ったのは矢野ゆう子さんね、売れかかってどっか行っちゃった、友達だったんです。実は売れかかってもうこっからっていうところでドロンしちゃって、いろいろあるんです、歌を歌ってるとね、トントントンって言ったら転ぶ時もあるし、なかなか芽が出なくていつか火がつく時もあるし、私もその望みを捨てないで頑張ろうと思ってます。やっぱり一曲ですね、一曲いい曲出せば仕事がいっぱい来るんです、ね、さあそのアルバム曲の中からこの曲も大好きな曲です、恋月夜という歌をカバー曲に入れさせていただきました。
られるでしょうか。あなたと会うため、生まれた私、女の心の奥ひだに刻み込まれた熱い時、深まる月夜という歌でございます。本当は3番まであるんですけど、今日は2番までにさせていただいてね、どうですか、こんな感じの曲合う合わない、ね、ありがとうございます。でやっぱカバー曲の中で私が一番こう印税をいただいている曲は、この皆さんが知っている我もこうという曲ですね。これが一番あの毎月いろんな方がダウンロードして入れておりますけど、この曲も続けて歌わさせたい。おろしが吹いて、線香がやけにつきにくい、さらさら揺れる我もこう、ふとあなたの吐息のようで、盆の休みに帰れなかった、俺のずさんさ嘆いているか、あなたにあなたに謝りたくて、仕事に名を借りたご無沙汰、あなたに
あなたに謝りたくて山その秋一人会いに来た。ただあなたに謝りたくて。小さな町に嫁いで生きて、ここしか知らない人だった。それでも母を生き生きた。俺あなたが羨ましいよ。今はいとこが住んでるうちに昔みたいに明かりが灯る。あなたはあなたは家族も遠く、傷よく寂しさをこらえた。あなたのあなたの見せない傷が身に染みてゆく。やっと手が届く。バカ野郎となじいてくれよ。親のことなど気遣う暇に、後で恥じない自分を生きろ。あなたのあなたの形見の言葉、守れた試しさえないけど、あなたにあなたに威張ってみたい。来月で俺離婚するんだよ。そう初めて自分を生きる。あなたにあなたに見ていてほしい。紙に白髪が混じり始めても、俺死ぬまであなたの子供。もう時間がやってまいりました。私の歌新曲でございます。花になりたいという曲が来月の6月の24日に発売になります。そして7月の20日、海の日でございます。次のレンブラントホテルで私のディナーショーもやります。会費は1万円で、ディナー付きでございますが、ぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。ありがとうございました。今日は花になりたい歌って、この後は素晴らしいお待ちかねビンゴゲームです。たくさんあるんです。クールナインの桜井社長が奮発して、一等はハワイ旅行っていうのは冗談ですけど、でも太っ腹なんです。あの方はラーメン箱でどっさり。本当です。社長どこにいます？俺は口下手だから嫌だよって言うんだけど、そんなことないです。社長のおかげです。皆さん後でこの歌の後にビンゴゲーム、そしてその後によろしかったら今日インターネットケーブルテレビちょっと撮影が入ります。よかったらご覧いただいて、よかったら映したいと思います。よろしくお願いします。一旦ビンゴゲームの後にインターネットテレビやります。よろしくお願いします。それで私の歌最後になりましたけど、花になりたいという歌です。皆さんよろしくお願いします。星に抱かれ眠る夜の
夢は遥かな思い出、終わりのない愛だと信じ、時を重ね生きた。咲いて散りゆく花の定めに、咲いた恋の儚さよ。もしも生まれ変われたなら、きっと綺麗な花になって、あなたのあの激しい愛、胸いっぱい閉じ込めたい。そして二度と枯れはしない、そんな花になりたい。今日はありがとうございました。皆さんお付き合いいただきましたありがとう。人は幾度愛に出会い、永遠の絆を求めて、やがて気づく愛の遠さに、そっと涙流す。過ぎた季節が美しすぎて、消える思い揺れ惑う。巡る命あるのなら、風に微笑む花のように、雨に歌う花のように、いつも凛と咲いていたい。どんな時も愛に生きる、そんな花になりたい。もしも生まれ変われたなら、綺麗な花になって、あなたのあの激しい愛、胸いっぱい閉じ込めたい。そして二度と枯れはしない、そんな花になりたい。どうもありがとう。花になりたいという歌をいただきまして、そしてさっき紹介しましたアキさんも歌いますけど、私も歌って、ワンナイトマンボ、これがいい曲で上がってますので、この次は皆さんに聴いていただきたいと思います。ありがとうございました。長々ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
館では皆様からの番組へのお便りやご意見、ご要望をどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたしました。